こんにちは今週の万年筆はプラチナ3776ギャザードご紹介したいと思います二部サイズは中字ですはいどうでしょうもういかにもこの辺のね同軸のねはい形状がねこれは持ちやすいだろうなそうなんです私もそう思ってね これは2000年頃買ったやつかなっていうちょっとね記憶定かじゃないんですけれどもねずっとセーラーのやつを常用していて、えー、プラチナもどっか多分伊藤屋さんかなんかかなはい、えー、どっかでね試し書きした時に「あいいねこれもう」なんて思ってねはい購入した記憶があります、ね、もしうまく映れば、えー ペン先のこの辺りにねチっていうね <laughs> 中字の中がねはい映ってるんじゃないかななんていうふうに思いますはい、えー、構造はね療養式と言われているカートリッジインクとコンバーター両用のやつですねはいこう外してね、えー、首軸のところのここにね、はい、コンバーターをねこう刺すわけですねこのコンバーター。で プラチナのコンバーターは、えー、私が持っているのはここが金メッキの金色のやつと、えー、クリアと言われているシルバーのやつですねそれがありますねこれをグスッと刺してあとは普通の、はいあのー、吸,吸入式みたいにねこれでクイ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 、ね、するっていうやり方がまあ1つと、はい、もう1つは邪道なんですけれどもこちらにね、えー、ちょっと今手元にいないんですけれども 割と細いねプラスチックのね先のついたやつでちょちょっと吸い上げてねあのインクをねこの中に先に入れちゃってねそれから刺すなんていうことをやることも私の場合はありますで客観的に言ってプラチナのコンバーターのこの辺り腐食された経験のある方って結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っています私もそうだったんですけれども私の友人もねそういう人がい、えー んでね、ちょっとこの辺りがねだからここ生地うんどうなんだろうこう金属にメッキっていうよりもこうそのままもうプラスチックでもいいんじゃないかななんてね他のメーカーさんそういうの多いんでねそれでもいいんじゃないかななんて個人的には思っています大きさの雰囲気としてはですねはいこれ146ですねモンブランのそれとね大体同じぐらいの背丈になるんですよ キャップのこの部分がね普通の3776よりもこう割とこうなんていうんですか断面、えー、長方形みたいな感じになりますのでほらサイズ的にはこんなもんなんですよねはいただもちろんね構造も違いますし材質ももろもろ違いますから重さは随分違っていると思いますこんなのをこうやって動画でご紹介しなかったら測ることはなかったですね多分生涯ねはい ちょっとちょっと待ってください、ね、余計なおしゃべりはいいよとねはい 23g っていうことですねインクなしででモンブランの146の方はさ 29g あでも 3g ぐらいしか違うあれ 3g 分ぐらいしか違わないんだ 4g 違うんですねちょっと待ってくださいよあそうですね比較的これもそんなになんかずしっと重たいってわけではないですねはい、えー、223g と いいうことになりましたはい、実測するとね大きさはね、えー、あーいっけね壊しちゃった <laughs> ノ木スが今壊れましたやっぱ安いのはダメですね年代的にやっぱりあの金属製のやつがいいなこれでちょっとねえー、興味のある方は押さえてください大体1 4 0ミリちょっとぐらいですねはい全長がねはいこれどうしよう今日紹介するのこいつ 結構邪魔ななってるな <laughs> 一応参考までにのぎすの本体計測部分となんかこんな変なバネが出てきちゃいました一緒にねはいこれ何なんでしょうとこれとこれはここにはまるやつですねはいどうしましょうねはいありがとうございますであとねキャップ周りとかちょっとねですねアップで見ていただきましょう 割とうちの動画でももう3 7 7 6シリーズはそこそこ数が出てるんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱりね持った時書きやすすいですよね。これは中字なんですけれどもね日記で常用してましたね。で中字だと何がいい やっぱりりねね字が大きくあ太く太なりますんで、ね、はい文字数が減るんでね日記がかなりね簡略化されるということで2000年当時ですから30代から40代になる頃ですねその頃まあ使っていたということですさすがにね、あのー、コレクションケースに入れて保管していたんですけれども先っぽの部分なんかもう曇っちゃってますねはい随分かわいそうなことしてるというふうに思って反省していますじゃあ試し書きしてみましょう例によって。 紙はね、私大好きツバメノートですねもう薄くなってきましたんでねはいもういくらでもストックありますけれどもねとりあえず使い切りましょうインクはねちょっと申し訳ないんですけれども他のペンとのね比較っていうものもあるんで万年筆をね販売されているお店で、ね、必ず試し書きで使われる、えー、ペリカンのねロイヤルブルーということでこれでねつけペンライクに書いてみたいと思います 前回の、先週のね、動画でお見せした通り、今常用してるのが数があるんで、これは今日は多分ご紹介が終わったらですね、はい、またね、えー、眠りにつくかなって感じしますけれども、そう言いながらね、こうやって書いてると気が変わっちゃうんですよね。そのぐらいやっぱりどの万年筆にも魅力はありますね。まあ、よくね、生涯の一本とかね、万年筆はこれだけでいいとかっていうね、 あの雑誌なんかにそういうタイトルがありますけど私は無理だなはいあー滑らかこれはいいやこの「いげた」いいですよね「ギャザード」 割とあの中耳なんですけれどもしなりすぎないで見ていただくとほら指とピタッとここのね曲線がねここのね曲線って大事ですよね本当にあのキュッとなってるのもあればね要するにその人のまあ書,きか書き方って書き癖というかそういうのによるんだと思うんですけれどもそのあたりでやっぱ相性ってありますよね。それとねやっぱり年取ってくると手ツル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 滑るんではい。 そう考えるとこのギャザードのここはねグッとの親指でしっかり押さえられるんでねそんなに力はもちろん入れないですけれども非常にいいですねはいねいいですよいいですよこんなに良かったかねえ やっぱりね横文字書くとね向こうのペンの方がねあの昔のね映画でやっぱりつけペンでこうちょこちょこ書いてるのいいですねあとこの間の1997年の「ホーンティング」だったかな リーアム・ニーソンのね、映画を見たんですけれども、あの、怪奇者っていうんですか、怖い映画なんですけれども、その中でね、はい、あの、古いね、あの、国王っていうか、その屋敷の城の主がね、記したこうね、記録の台帳、えー、があるんですけれども、そこの引体がものすごく美しかったですね。ああいうの描けるようになりたいなと思いますね。 私は全然英語堪能でも何でもないんですけれどもこの英文もですね、はい、これはあの昔の人はね何人か一部の人はね「地球は平らだと思ってた」っていう文章なんですけれども、はい、あの私が毎日やっています英語漬けあるいはもっと英語漬けに出てくる例文の一つでございます。まあ、ねひのねペン先をこう鳴らすのにただこう88「8888」とかねあと日本語でしたらねこう時々こう「えい」っていうのを書いてみてね 留めねとかかの具合を探るんんでですけれれどももこればっかりいいてても全然面白くないんで、ね、やっぱこういうので触ってやると時間も早く済んだりするんでねよくね野球なんか眺めながらね見ながらはい全然自分の攻撃じゃない時あるいはねチェンジの間とかねそういう時はねこんなのをね、えー、パリ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 描きながらね酒飲んでるわけでございます。はい まあ、インクのね吸入とかそういう時にあんまりペロンペロの時にはやらないと思いますけれどもねはいまあ、ライブとか来ていただいてる方はね多分ご了解いただいてると思いますけど私そんなにベロンベロンになる方じゃないんでかなり量を飲んでもねまあ万年筆のインクぐらい入れられるんですけども先ほど言ったねやっぱり指がツルツルするんですよねはいそれがやっぱりもう怖いなっていうことで、まあ、正直ねあのー、万年筆のねインク吸入とかやるときにはね手をね おしぼりみたいなんでこれ少しね湿らせてからやるようにしてるっていうのが実態ですはいまあ年を取るとね、えー、やっぱりできなくなってくることっていっぱいあるんですよね年あるいは年ですね年を取るとねやっぱり手がね指指先がねつるつるですね指先つるつるです昔はねあのカメラとかね天体望遠鏡 望遠鏡のパーツこういうのはね逆にあの指紋とかつけたくなかったんであのレンズ以外の部分もですよだからね逆に少しね年取ってツルツルなりゃいいなぐらいに思ってたんですけどもね逆に今怖いから落とす落とす、まあ、そんな時ね天体観測なんかの時頼もしいのはですねワークマンとかで売ってるですねあのこっち側にイボイボのついたあれはいいですよ望遠鏡なんかでやる時にはピタッときますんでね はい、あとあの段ボール箱ね例えば我が家はあのビールなんか箱で買ったりするんですけれどもビールの段ボール箱ですねこれをバッて抱えてこう挟んで持とうとするとシュルシュルシュルって滑っちゃうとああいう時にやっぱりねあの手袋いいですよね冬はね常用していますはいということでいかがでしょうかき跡としてはあの非常にシンプルな構造構造というかデザインで やっぱ特化してるんですよね、これ握りやすさっていうのに私から見るとねその潔さが結局このペンの使いやすさになってるかなと二部は決して柔らかすぎずで地幅はこういう形ではい、えー、中地ですね非常にね汎用的にいろんなところに使えるペンだということで随分常用していましたもう一つキャップがねねじ込み式じゃないんですよこれパチッってことのペンですよね こっちだとやっぱりねパッと描く時にやっぱりこう、ね、回しちゃった挙句にどっち側だっけって、えー、ペン先の正面を見ながらこう刺したりするわけですそれから描き始めるというのに比べるともうパッとやってねそのままパッとやってパッとあるいは急ぐ時にこのまんまでも全然いいですよねその辺でもねやっぱりあの使い勝手はね良かったペンですねねまたねもう少しね はい、今あの現役でね使っているペンの数がね、はい、減ってきたらもう一回ねもちろんね多分使うことになると思います私の中でももちろんね長く使ったこともあって、はい、お気に入りの1本でございますということで、えー、今週の万年筆はプラチナの「イゲタ3776」「ギャザード」「中字ご紹介させていただきましたではまた